アメリカ配車サービス大手 Uber の中国版とされている DD 中心がアメリカで新規株式公開を申請しました。中国企業としてはここ7年間で最大の新規株式公開となりそうです。中国最大の配車サービス企業 DD 中心は6月10日、アメリカ証券取引委員会に新規株式公開を申請しました。同社の上場は今年最大級の新規株式公開になると予想されています。 リディ中心はアジアの大手ハイテク企業であるソフトバンク、アリババ、テンセントによる出資を受けています。関係筋がロイター通信社に語ったところによると、リディ中心は1000億ドル近くの企業評価額を求めているといいます。これは2014年にアリババが上場して以来、アメリカでの中国系企業の最大の新規株式公開となります。業績不振に陥っていたリディ中心は昨年から立ち直りを見せています。 しかし、理事中心は、米中両国間の緊張関係が続く場合、事業に影響を及ぼす可能性があると懸念を示しています。アメリカ政府は安全保障上の理由から、多数の中国 IT 企業に対して上場廃止の措置をとっています。また、中共政権が行う大手テック企業に対する取締りによる影響から、同社のビジネスが制限される可能性があるとしています。 中京の国家市場監督管理総局は今年3月独占禁止法の疑いで理事中心に罰金を課しています。同社はナツダクかニューヨーク証券取引所のいずれかに上場する予定です。NTD ジャパンがお伝えしました。